めっちゃキラキラぐるんぐるん。じゃあ行きますか。かわいい子供たちのためにこっちだよ。こっちこっち、まっすぐ行ったところ、ここ突き当たりぐらい。ありがとうございます。大丈夫だ。こっち書かないことがあるんだ。こっちにも水槽あるじゃん。5匹やで、そんなでかくなくていい。こんぐらいでいいと思う。これ、これ濁りとか、これいろいろついとるの、セットで。セットでついとるね、確かに。それくらいのでかさじゃないんだよ。赤ハライモリを買うことになったので、必要なものを買ってきました。ゴミもらおうか。取ります。ちゃんと蓋付けでいいね。逃げないね。まず入れる水。まずは水入れよっか。はいよ。ありがとう。ありがとう。じゃあ大輔くんが頑張って用水から。ありがとう。用水から入れてくれた水入れます。油も入れてきたね。ありがとうね。いや違う、水はさっき俺が入れてきた。あ、そうやね。あ、そうなんや。ありがとう。ありがとうね。やってね。どんくらいかな。じゃあみんな並べとって、エモリちゃんとこに、これもディスプレイ、ね、まだディスプレイしといて。それはね、目立たんように後ろがいいと思う。洞窟みたいなの作りたいよね。後ろ目立たれて、あ、いいよ、シュマ君入ってこや。ここから私は水を送っていきます。いい、え、どこすんの。いや、これがいいです。めっちゃ転がるね、これ。え、陸地なんで多くするの、ね、オークシンよ。だってそっちばっかり石あるとか、なんかあれなの。洞窟、ああ、洞窟になってるよ、しっかり持ってないっす。じゃあ一緒に持って取ってくるわ。じゃあ僕も一緒に持ってきていい。ありがとう。この丸い、はい、そっか、窓真ん中らへんが、カーテン、早くカーテン、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 カーテン。これ水草もんしかもなんかいろいろ入ってるよ。私大丈夫、このポンプが掃除してくれるで。多少大丈夫、沈殿するし、いい感じになるから。いい感じ。もう一個入れて、もう一個。あ、そうだね。みんな、はい、シーシーが来ました。シーシーって言うとなんか変な感じ。これ陸地とかもちゃんと作らないとね。丸くね、これ丸く言うと転がっちゃうからね。あ、いいやん、いいやん、うん、いいよ、いいよ、これでっか。うんうん、多分大丈夫やと思う。また調整しよう、ダメやったら。なんか毛みたいなの言っとるな、こいつは。まあいいや。でもさ、そこがいい感じに隠れ家になると思うよ、その根っこのところが。確かに、こっちで陸地を作りたくない。それはね、ちょっと大輔難しいかも、石で陸地は。うん、多分Thank you.
でも石増やしていくごとに狭間これちょっと重りつけたいな。とりあえずコンセントさしてみる。そうだ、青色そうだ、他の水吸うからダメじゃん。一回やってみて、コンセントさしてみて。いや、他の水吸うから無理だから、いいからやってみて一回。ダメかどうかやってみよう。振動が来る。いいじゃん、ブクブクしとるで。あとこれ、ついでに入ってちゃんと機能するの。いや、みんな帰ったらそこに卵。じゃあどう、入れちゃいます。入れちゃいましょうか、ヤモちゃんを。ヤモちゃん持ってきます。おのもです。あ、1回目いきます。1回目いきます。おー入った。おー、すげー。早速すっごい。ここはどこだ、はい、ピンコンです。はい、こっち腹に毒あるのでね、普通の人触らない方がいいです。でなんか触ったけど何もないんですよ。最後の一体。はい、お願いします。そうそうそう。おー、かわいい。どんな感じ。え、目がめっちゃキラキラ、ぐるんぐるん。目がぐるんぐるん。めっちゃかわいい。かわいい。あ、こっちも撮る。かわいい。かわいい。あ、赤いやつと黒いやつ、確かにおるね。ほら、あ、もしかして赤いやつさ、まだ子供なんじゃない？小さいし。あ、オレンジの方が子供とか。ほら、うん、そういう意味やと思う、俺。かわいい。かわいい。みんなで作ったイモリの水槽、ここで元気に過ごしてくれるかなと思ったのですが、ポテイソーは枯れ、水が濁ってしまい、全然いけてない水槽に。これじゃあイモちゃんたちがかわいそう。ということで、来週のワンハム家族はイモリたちがより良い環境になるよう、インテリアとしても映えるように水槽リフォームします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。